おはようございます。どうもありがとうございます。スピリットベアです。まあまあ俺もね、使うの久しぶりやからさ、このガノンドルフ、ウィーユガノンドルフ構成おえでかいな。でかくたってコンボが無限に入っちまうんじゃないか。うん、コンボが無限に入っちまったら意味がない。ちょっと、あーもうちっちゃくなっちゃった。あーもうこれで、あれもうこれで巨大化終わり。マジで。そういや俺のこの構成三段ジャンプでした。おお下投げ、何下投げ、食える確定。さあ、おなんだこのワニみたいなあれ連続ワニ、ガノンだけどワニ取り付いてますよ。早いタイプや。俺のガノンも早いけど、あのとことん早い。おっと、そんなコンボ入ったら困るよ俺。存在しないけどやな。ちょ、ウエスマ滑りすぎ。 X スネークのウエスマぐらい滑るやん。おいおいおいまだ今の帰ってくる余地あるからね。あ、当たってるよ。ちょっと待って、そのうわセイロスでそのサイズやばい。ステージ全体が回るやん。緑間慎太郎構成。はい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 、こういう阻止ができるんですよ。今の阻止やばくない？はいはいはい、滑りよっきょ。あっ負けたわ、読み合いに。ガノンが空中ジャンプ2回してめっちゃキモい。マジ、ガノンジャンプ1個増やすだけでね、紙くらいになるって分かるで。壁キック追加とかって面白いのにね、確かに。そういうの欲しいよな、スピリットに。壁キック追加とかさ。そういうの俺欲しいわ。壁貼り付け、貼り付き追加とかさ。ガノンとかで壁貼り付けたら面白いのにな。じゃあ次回作はそういう効果を期待する。スピリットは続投で。早すぎてね、動きが制御できあんのよね。はい。ジャンプ高っ。今の帰ってこれるんですか。えっ、あ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 っ、えっ、どっち、私かい。一人称変わるぐらいびっくりしょ。ガノンしかいねえやん。ガノンしかいねえやん。あ、だからじゃあもうみんなガノンのコンプレックス解消構成やんけ。復帰強いみたいな。みんなガノンのコンプレックスを解消してる。全人類の悩みなんかもね、ガノン復帰弱いっていう。いや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 、バカですか、バカですかこの野郎。あああれすごい綺麗に決まった。さあ、リトルマックは分からん。これめっちゃうまいんじゃない。うまいっていうか、これは分からん殺しされそう。はい、何回ジャンプすんねん。やっぱりコンプレックス解消構成ばっかや。スピードとは己のコンプレックスを映し出す鏡なんかもね。復帰弱いからとことんジャンプを増やしてるわ。え、まさか、かえやん。そのジャンプの多さにちょっと見とれて復帰ミスしてしまったわ俺。あれ帰ってこれのエグいな。えでそれなれへんな。来るか来るん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 か。おお、来るんか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 、来いよ来いよ来いよ。うわ、わからん。命かけすぎた。いや、パワー。今のワンチャン死んだよね、ウェビーで。やらーいや、空中の機動力も高くなってるから掴めねえ普段の感覚で。よし、あれ、あ、ハエがいる。ハエだわ。何の構成やと思ったらハエだ。あれさ、これ火ダメージアップとおっしゃったなおい、あ違う、これ代償か、代償か。 30% ハンデやったっけ。 30% ハンデか、ダメージアップやったはず。え？なんか足速くない？おい、小林、小林再現すんなって。小林に尻尾は生えてません。速い、速い。ハエの、ハエステップやめてくれ、ハエステップ。うわあ！ハエステップやばいってマジ。ハエ VS 魔王。こりゃ熱い試合や。このハエ戦闘力何番あるの一体？
いやちょっと油断できやん、これ空炎の折り方が早い。ムササビみたいな感じな。でも脆いんだよな。おい、やばいんじゃないこれ、ちょいちょい。あはは、やっぱりハエはハエや、やらかすぎる。え、お前初めからこうやんけ。ちょっと待ってくれ、初めから消費者さありで、なんか硬いし、おいおい、やめない、やめないか、よしよし。初めからっていうか 90% なんか、おいまた、いやモロハの剣すぎるって、ちょっと自傷ダメージやりすぎてる。うん、おい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 、もう自傷ダメージやりすぎてるわ、大事故やろ。ピンチでいろいろ強化っていうか、もうピンチでピンチやわそれ。クロム来た、あれないよスピリット。これクロム上ビーキャッチチャレンジしよう。えスピリットないじゃん、スピリットなしはダメやで、今日無理やりでもつけてくれ。はい。無理やりやな。マリオラビッツやねえか。マリオラビッツは星さんじゃね。あ、でもまあ一応構成としては持ってるってことか。逆に怖えわ。逆に怖えわ、これ。なんなんだ、これ。あ、なんだ、まさか捕まえしとくやんか、俺に。いや、俺は実戦で捕まえたいから、いいぜ。そういう、ね、あの慈悲はいらねえ。慈悲はいらねえから、俺は実戦で決める。死ぬなよ。あはははは。あっ、おい、掴むことに必死になってしまって、その存在忘れましたわ俺。あ、なんか光ってる、ラビッツとか知らねえよ、効果負けんのか俺、わけわからんラビッツに。ちょっとおい違うね、俺はこれ、俺に上火掴みたいという欲求を利用して俺に勝とうとしてる、そういうことか。俺がクロムの上火掴みたいっていう。あっ、危ない、そこは掴みやん、勝負だ、勝負だ、掴めない、絶対掴む。いや、俺を殺したい気持ちが出すぎや。最近オンラインでラリホンガノン見た人は、それは偽物ですよ、ガノン使ってないんで、マジで本気で。やばいやばいやばい、うわ何回、予想外やった、4段ジャンプやった。はい、5回ぐらいジャンプしてね。さあ行きましょう、おいおいからの、おいおいからの、おいからの、おいからの、トイ、この復帰ルートは読めんだろ、バイバイ。んー、ダサい。あ、ザシアのザマデンだ、こいつらはなんだ、なんけ、お願いします、魔王、なんかついてる、ザマゼンダの方や、これザマゼンダの方の効果が乗ってるわ。うん、うわ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 、でもこれ賞味期限あると思うんですよね、ザマゼンダはあのペルソナ的な感じで賞味期限あると思うんですよね。さあ、あれ時空を歪めてる、ザマゼンダとディアルガか、これ時を歪ましてるよ、これ。あー、もうザマゼンダが落っこちた、ザマゼンダのザマゼンダ要素消えました。いやいやいや、嘘でしょ。ふわふわしすぎて崖つかめへんなんだ。おお、鋭い一線が。いいね、誕生日。何歳ですかなんて聞いたらよくないよな。まさかのうなじ、ラリホンガノンが無駄に足速いせいで、メタが鈍足作ってんのかってくらい遅く見える。いや、無駄に速いとか言うな、必要だろ。きたー、A8 スピード、なんかやってみろよ、なんかコンボやってみろよ。いやー、マジかよ、え、そんな簡単な感じ、超次元コンボが見たかったのに、そんな感じですか。え、嘘でしょ、知るこれ、そう、嘘を言えよ、え。ガロン無駄に足が速いせいでメテオに引っかかっちゃった。さあ、ここから即死コンボが始まってしまいましたと。まあ見越してるよね、壁に横びすることぐらい。さあ、抜け出せない、闇の中から助けてくれ、手を掴んでくれ、闇の渦から抜け出せないよ、はあ、があ、ああああ、なあ、抜け出すぞ、抜け出せる、お、苦しい、下半身苦しい、ああ、いや、ツリーツー、
もう試合が始まっちゃう、遅刻だ、また行きます、はい、恥ずかしいポーズドスと、なんとか出れました、よろしくお願いします。ルフィ、俺の覇気が強すぎた。この部屋ディアルがおる、ディアルがここにおるからね、ここにね、うん、俺のスイッチに進んでるから。能力暴走した、パッケージを超えて妨害してきましたね、時の方向範囲パッケージ外まで、おいおいおい俺の勝ちおー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 、無限に魔人剣が入っちゃうぜ。え、俺 109% 溜まってんだけど、なんで、あーい、おー、決まっただ死ねよ死んでくれよ今のは耐えないでくれよ、うわー、これやばいやつ、危ねー、はい、耐性ありました今の見る感じおい、バウンドは天才だ、絶対当たらんとこ思ったのに、バウンドとかあるんかよこれ、あ、そういう感じ、モンストかな、モンストガチ勢の人ガチでモンストガチ勢やった、そりゃ今のできるわ、流れ星だラリオンさんとルイキモさんってどっちの方がイケモンやろ、いやー、ルイキモさ、あれイケボに見つかけてね、あのマイクにチューする勢いで口近づけてるからさ、ああいう音圧が出るだけでさ、ねえ、俺は適切な距離感でマイク使ってるけど、ルイキモはね、なんかマイクとキスする勢いでね声出してるんで、あれはイケボに見つかけたキスよ、だから俺の方がイケボや、ルイキモはただのマイク近づけ偽イケボ、うん、マイク食べてるまである。レイキも、やりおるとか言いながら、あれ、本当はマイク加えながら言ってるから。やりおるって言ってるから。あ、そんなこと言っとったら死んだけど。さあ、このカズヤなんだ、カズヤ、これ親子構成多いな。いや、めっちゃ来るけど帰って、来る帰ってきてしまいました。なんて言うでしょう。これでイーブン。うちコラボした人は名前出していいんで。その馬娘をさ、馬娘なんか知らんけど、その馬娘をそこへ再現するんだ。ドロッチェやってたわ、カービィ。ドロッチェの子が全然知らん。ドロッチェのスピードとかあんのよ。さあ、なんか持ってるけど、なんか魔人剣、え、相手のえ、もうドロッチェの効果終わり、ドロッチェの、ドロッチェ要素終了のお知らせ、足速っ、うわー、くそー、そこでそれ振るか、今の掴んでいく、おらー、捕まえたら終わるよ、上京で、俺は知ってる、確定かよそっから確定するんかよ、何をするつもりだい神キャラ誕生 IQ3 よろしく。さあ、うわー、ファルコってスピード相性いいイメージあるけど、やぶねー、これもかすったらするやつじゃん、これ、嘘だろ、やめろー何やってんだお前、掴むしかねえよ、あ、掴めた、ジャンプ高すぎて枯れねえやっちまりよ、え、でもこれ柔らかいぞ、柔らかいぞ、よしよしよし、さすがに確定っすよね、スカンダルからな、うわそういうの、あ、天才こあえてクローン外めくしたら入らん、よし、あ、もう外めくで死んだ、普通に1段目で死んだ、外めくしすぎて逆に死ぬ、逃げ場ないやん、